山形県大蔵村で新たに発見された SCP-862JP 群。アイテム番号 SCP-862JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-862JP はサイト、81の定期限度収容室ロッカー内部に、防音措置が施された施錠付き収容箱に収められた状態で保管されます。また防音と SCP-862JP の行動を阻害する目的のため、SCP-862JP を収容箱内部に収めた後に、収容箱内の空間がなくなるまでシリコンパウダーを投入してください。現在実験用に5体の SCP-862JP が収容されています。未収容の SCP-862JP が発見された際は、あらゆる宗教や何らかの特定の思想に深く傾倒していないことが確認されている財団職員により、現地での SCP-862JP の回収、破壊を行ってください。回収作業中は必ず3名以上の集団で行動してください。回収の際は SCP-862JP に直接触れず、支給されるトングや虫取り網等を用いて捕獲を行ってください。回収、破壊作業終了後は SCP-862JP 発見地域周辺にて、SCP-862JP の発生源の発見を目的とした調査を行ってください。説明、SCP-862JP は自立行動を行う、仏教徒を模した像の集団です。大きさはおよそ10から15センチメートルほどで人間の赤と少量の銅の混合物で構成されており、構成物から予想される通りの耐久性を持ちます。SCP-862JP の各個体の中には数珠のような物品を所持している個体が存在します。この数珠は周囲に存在する物体を加工し、製作されることが確認されていますが、現在までこの数珠が何らかの行為に使用された事例は存在しません。SCP-862JP は自身の行動を多数の人間に目撃される可能性が存在する場合は、あらゆる行動を停止し異常性のない像のように振る舞います。SCP-862JP は人間の気配に非常に敏感であり周囲200から250メートルほどの範囲であれば、直接目視を行わなくとも人間の存在を把握することが可能です。しかし一方で巧妙に隠蔽された監視カメラ等の存在は感知できません。SCP-862JP の周囲に存在する人間、対象、が単独、もしくは使用人数の児童、高齢者である場合。SCP-862JP は浄土真宗の形式に則った南無阿弥陀仏の念仏の読経を行い、集団で対象への接近を開始します。この時唱えられる念仏には、SCP-862JP 対する敵対心、恐怖心が消失するといった精神影響が存在します。しかし現代の多くの日本人に相当する、自らの信仰、思想に対しての明確な立場を持たない人間に対しては念仏による精神影響の効果が薄く、問題なく SCP-862JP から逃走を図ることが可能です。一方で宗教に強い関心のある人間や宗教従事者、もしくは極端な無神論者や科学主義者、過激なベジタリアンなどの何らかの特定の思想に深く傾倒している人物に対しては精神影響が強く働き、SCP-862JP の行動に対し抵抗する意思が消失します。この場合における、宗教、とは神道やキリスト教など南無阿弥陀仏の念仏を使用しない宗派も含まれます。ですが前述のように SCP-862JP の精神影響を深く受ける人物にはある程度の傾向はあるものの、その正確な基準は不明です。対象へ十分に接近した SCP-862JP は、両手のひらを用いて対象の肉体を擦るような動作を行います。SCP-862JP が擦る箇所からは大量の赤が出現し、赤の出現に伴いずられている部位の肉体が消失して行きます。この時対象は痛みを感じることはなく、心が軽くなる、穏やかな気分になる、毒が抜け出ていく、等の好意的な感情を抱き、この行動が継続されることを望むようになります。この行為により頭部や胸部など人間の生存に不可欠な部位を欠損したとしても死亡することはありません。
この行為が開始され約2分が経過した大将は SCP-862JP と共に南無阿弥陀仏の念仏を唱え始めます。この効果は対象の母国言語が日本語でない場合でも発生しますが、その場合は発音が正確でなく初期段階では言葉に詰まることなども多いため、対象が SCP-862JP の唱える念仏を自らの意思で模倣しているものと推測されます。SCP-862JP が人間の体をこすり続けると対象の体内から金で構成された阿弥陀如来像が出現します。出現する仏像は SCP-862JP の念仏の影響を強く受けた人物であるほど大きく精巧な作りのものとなる傾向があり、一般的な宗教観を持つ人間の体内からは高さ約8から12センチメートル。SCP-862JP の影響を非常に強く受けた人間の体内からは高さ約18から27センチメートル程度の仏像が出現します。周囲に他の人間が存在するときは続けてその人間に対し同様の行為を行います。周囲に他の人間が存在しなくなった場合、SCP-862JP は度胸を継続したまま阿弥陀如来像を囲うように円形の陣を組み始めます。SCP-862JP に囲まれた仏像は徐々に発光を始め、光が500ルーメン程度に達すると同時に消失します。阿弥陀如来像の消失後、SCP-862JP は残された人間の赤を集め自身と同じ姿へと形成します。形成された像は新たな SCP-862JP として自立行動を行い始めます。一体の SCP-862JP を制作するために使用される赤の量は外見や重さから予想されるものより多く、平均的な体格の成人男性一人から形成される SCP-862JP はおよそ3から4体です。制作の過程で人間の赤以外の物質が使用されていないのにもかかわらず、抗生物から銅が検出される理由は不明です。SCP-862JP 集団の総数が30体以上に増加した場合は、SCP-862JP は各5から10体程度の集団に分かれ、それぞれ別行動を行い始めます。SCP-862JP は収集員が財団に吸収された際に引き渡されたオブジェクトの一つです。記録に残っている SCP-862JP の最初の発見は加減3年、1305年であり、当時の日本における仏教の普及率の高さとその信仰深度から SCP-862JP は当時収集員内部で優先的に殲滅すべき対象として記録されていました。現在は日本国内の宗教に対する関心の薄れにより、一般人が SCP-862JP に遭遇した場合であっても大抵の場合は問題なく逃走が可能であることから、収集員による保管時よりも比較的定期用意のオブジェクトとして扱われています。しかし収集員や財団により実施された度重なる未収容の SCP-862JP の回収、破壊活動にもかかわらず、現在においても未収容の SCP-862JP が年に2回ほど発見されています。この事実から財団が未だに発見できていない SCP-862JP の発生源が存在すると考えられています。ホイ、20、年11月15日 SCP-1800JP の大量の排泄物により、サイト、81、の損壊、および一部のオブジェクトの収容違反、損傷が引き起こされた事件記録、20、年11月15日にて、SCP-862JP の収容違反が発生しました。収容違反中の SCP-862JP による被害は発生せず、事件発生の4時間後に SCP-862JP はサイト、81、都道敷地内に存在する財団関連の貨物倉庫内にて発見、再収容されました。事件収集後、貨物倉庫内に存在していた監視カメラの記録映像を確認したところ、SCP-862JP の新たな性質が明らかになりました。以下はその監視カメラの映像記録です。日付、20、年11月15日。場所、サイト、81、敷地内貨物倉庫 A。時、分、秒。14時24分35秒、サイト、81。貨物倉庫 A 内部に侵入した SCP-862JP 群が監視カメラに姿を現す。
SCP-862JP 軍は職員の避難の際、誤って開かれたままになっていた荷物運搬口から侵入したものと推測される。14時26分11秒、SCP-862JP 軍が内部のコンテナの陰に移動し、監視カメラの視界外へと移動を行う。14時44分32秒、SCP-862JP 軍が再度コンテナの陰から出現、荷物の少ない開けた通路へと移動を行う。この時刻はサイト、81、内部の職員及びサイト周辺の一般市民の退避が確認された時刻とほぼ同時刻であり、SCP-862JP 軍が倉庫周辺に人間が存在しないことを確認した後に行動を起こしているものと推測される。14時47分45秒、SCP-862JP 軍が円形の陣を組み、徒競を行い始める。14時48分9秒、エンジンの中心に高さ23センチメートル程度と思われる金の阿弥陀如来像が出現。この時の像の出現には一切光は発生せず、監視カメラの映像では像が円の中心に突如出現したかのように見える。後にこの阿弥陀如来像は D-22104 を用いた実験の際に出現した像と同一のものであることが判明した。14時48分51秒、SCP-862JP 軍が阿弥陀如来像へと接近し、像を手でこすり始める。それに伴い像が削れ、周辺の床には金粉や金粒が溜まり始める。すでに度胸は停止している。14時59分43秒、阿弥陀如来像の大半が金粉となる。SCP-862JP 軍は残った大小の金のかけらを足で踏みつぶし金粉へと変化させている。15時7分11秒、阿弥陀如来像が完全に金粉へと変化する。SCP-862JP 軍が金粉をかき集める。15時8分42秒、SCP-862JP 軍がかき集めた金粉をつかみ空中へと投げる。その瞬間 SCP-862JP 軍の周囲に石畳と柱で構成されたきらびやかな座敷が出現する。座敷上には複数の革張りのボックスソファー、木製のテーブル、拳本巨色山越阿弥陀図に類似した絵を持つ絵画、SCP-862JP 軍と同数の大型ベッドが存在する。15時11分12秒、SCP-862JP 軍は金粉を投げ続け、過剰な量の合成な解析料理御膳。ワインやビール、ウイスキーなどの洋酒を含む様々な種類の酒、カラオケ機器と音響機械。SCP-862JP 軍と同じ素材で構成されているように見えるドレスやワンピースなどの現代的な服装をした水商売風の女性と思われる存在を出現させる。15時18分57秒、SCP-862JP 軍が宴会を始める。時折残りの金粉を再び切り投げ、新たな料理や酒、女性に渡す金品を出現させた。座敷上では、過度な肉体的接触を伴う雑談、女性らによるダンスの披露、カラオケ機器を利用した歌唱大会、脱皮を伴うじゃんけん、野球拳。周囲の声に合わせ杯の酒を飲みボス一般的に、一気飲み、と呼称される行為などが行われ、最終的には SCP-862JP 軍と水商売風の女性が、編集済み、を行った。この間、内容物が残っている酒瓶をひっくり返した1名の女性が SCP-862JP 軍に殴打され破壊された。これらの行為はサイト、81、貨物倉庫 A の周囲に再び職員が配置されるまで続けられた。倉庫外に人間の存在を感知した SCP-862JP 軍は即座に現在の行動を中止し、再度コンテナ陰に退避した。この退避の間に金粉から生成された全ての物体は消失した。この事例により、SCP-862JP が現在までの観察から予想されていた以上の知性と感情を持ち合わせていることが確認されました。その後の協議の結果、SCP-862JP が長年にわたり自身の知性の隠蔽に成功していた事実、および現代の人間の文化の模倣を行ったという事実を鑑み、保存用 SCP-862JP 標本数の減少が決定されました。